中上拓とは、岐阜県岐阜市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カーアップ所属。長森南小1年から野球をはじめ、長森南中学では、軟式野球の岐阜フェニックスに所属。私立岐阜商業校では1年から遊撃でレギュラー。高校では、遊撃手の他に、投手も務め、最速146キロをマーク。 2018年10月25日のドラフト会議で、広島東洋カープから4位で指名を受け、11月21日、岐阜市内のホテルにて広島との仮契約交渉に、望み契約金4000万円、年俸500万円で仮契約した。プロでは内野手となる。50メートル5秒9の脚力、高校通算46発のパンチ力、遠投115メートルの方と、 走行手三拍子に魅力を持つ選手。自身も引っ張るだけではなくて、長打も打てると思う。トリプル3を目指したいですと、プロ入り後の目標を掲げた。同世代で、同じ岐阜県出身、同じく投手と遊撃手の二刀流と共通点が多い。ネオ・アキラとは、高校2年春の練習試合で打者として対戦。オゾノ選手とかは、甲子園で活躍してすごいなと。 今の段階ではドラフト4位ですけど持っているものもあるしやることは僕もやってきた。プロの世界に入れば振り出しに戻るので負けないようにしたいですと語った。速球と緩いボールの両方に対応するためポイントを手元に寄せて最短距離でボールの内側にコンタクトするスイングを心がけておりコースに応じた基本的なバッティングが理想だと思っているということもあって 内川誠一選手を参考にしている。理想の選手に、高校時代に、投資経験もあり、プロ入り後に、遊撃手の経験もあるという共通点を持つ鈴木誠也を挙げ、鈴木誠也選手のようにチャンスで打てるような、ファンの期待に応えるような打者になりたいと語り、担当スカウトの松本雄二も、まさに、鈴木誠也みたいにチームを背負って立つ選手になってほしい、と期待を込める。 ありがとうございます。